風林楽団のたけるです。そうやです。僕はパートナーを組むそうやに会いに行った。そうやは車椅子で生活しているらしい。あの一言目がタブレットだったんで、スーパー驚いたんですけど、その時にあ、大体あ体が動きづらい子なのかなっていうふうに理解しました。ありがとう。そうやは自分の説明書を用意してくれていた。音楽好きなの？脳性麻痺という障害があるそうだ。脳がうまく働かないから言葉がうまく話せなかったり、うまく体が動かなかったり、よだれが垂れた感覚がなかったりする。一緒に演奏するっていう姿がまだあんまり想像できなかったんです。さっきよりタイミングがいいぞ。音楽好きっていうのは聞いたんですけど、何で一緒に演奏するのかなっていうふうに思ってました。僕はパプリカが大好き。風林ではタケル君が好き。タケル君と一緒に演奏したい。そうやは2年前からバンドに参加しているらしい。その練習を見に行ってみることにした。すごい楽しそうに打ってるんですよ。なんかもうそのまま車椅子壊しちゃうんじゃないかぐらい、うらーみたいな、すごいなって思って、本当音楽好きなんだなって思います。うわっていやって言ってます。いやもう本当生き生きしてるなって思って。僕たちは自分の好きな音や好きなものを組み合わせてどんな楽器を使うか考えることになった。そして僕たち2人に車椅子で生活しているののか、両腕がない修二が加わった。家でやると怒られるやつだよ。ののかは大好きな風船、修二は器用に足を使った演奏、そうやは世界に一つの車椅子ドラム、そして僕はこれがガラクタ楽器隊。みんなの気持ちにスイッチが入った。このぐらいで押してもらって、このぐらいの感じ。痛い。僕とそうやは表情や仕草でたくさん会話した。その2、準備が良ければ。じゃあやってみましょう。緊張してない。何やるにしてもそうやくんと一緒に楽しめればいいかなっていうふうに思ってます。たけるくんが隣にいてくれて安心した。やっぱ僕自身一人で楽しんだったら面白くないじゃないですか。常に全員笑ってる状態であってほしいですよ。もうそれだけ考えてずっと